矢田部敦史と佐々木千秋のマントレタイム。皆様こんばんは。マーケティングコンサルタントの矢田部敦史です。皆さんこんばんは。女優の佐々木千秋です。この番組ファントレタイムはファン、つまり楽しいことをトレード、みんなで交換したり共有していこうよというコンセプトの番組です。なかなか普段のセミナーやコンサルティングと違って、こういったスタジオでですね、マイクに向かって話すのはまだまだ不慣れなんですが、なんとか皆様をですね、頭の中でイメージして、楽しんでもらえるように頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。さて、この番組のメインパーソナリティ矢田部敦史さんは、動画集客コンサルティング事業の第一人者として注目を集めていらっしゃいます。その矢田部さんが確立された矢田部メソッドの一端を、トレンド研究、独自の流行、ムーブメント理論、マーケティングの処方などについて分かりやすく解説していただく番組です。はい、そして矢田部敦史さんと一緒にこのファントレタイム進行してまいります。私佐々木千秋もマーケティング初心者代表といたしましてですね、皆さんと一緒に勉強していければと考えております。よろしくお願いします。はい、ではまず矢田部敦史さんの略歴をご紹介させていただきます。矢田部敦史さんは栃木県のご出身で、2011年東京大学大学院をご卒業後、大手外資系メーカーに就職され、その後2013年にファントレ株式会社を創立されました。海外のウェブマーケティングやソーシャルメディアを研究され、ウェブ戦略の仕組み化コンサルティングを開発、動画とソーシャルメディアによる独自のマーケティング理論で、これまで約300社以上のウェブマーケティングのコンサルティングに携わっていらっしゃいます。はい、また現在はコンサルティング以外に美容院、保育園経営なども手掛けられて、その若さとアグレッシブな経営手腕で注目を集めている社長のお一人です。ありがとうございます。そして私佐々木千秋は、日頃はドラマや映画に出演させていただいております。ほか現在佐藤製薬様、リゾン様、他の CM をはじめ、ここ市川うらら FM で言霊アラカルト、愛され召し上がれ、そしてレギュラーパーソナリティも、こちらでもでね、レギュラーパーソナリティを務めさせていただいておりますので、はい、皆様どうぞよろしくお願いいたします。それでは今回最初のコーナーは、今月のイクメンリポートのコーナー。このコーナーは、いわゆる IT 企業の社長様でいらっしゃる矢田部さんが、世の IT 社長の皆さんとは少し違ってご結婚をされておられ、子供さんもお二人、その上きちんとお二人のお嬢さんの保育園の通園など子育てもきちんとこなされる、いわゆるイクメンとしても頑張っていらっしゃる姿をリポートしていこうというコーナーです。前回まではですね、イクメンパパとしての前段階と申しますか、はい、イクメンパパデビューくらいまでですね、そうですね、はい、お話しいただいたんですが、はい、いよいよ今回からは今月のリポートをお願いしたいと思っております。今月のリポートですね、はい、はい、それではまずお子様お二人の基本的な情報から教えていただけますか。はい、はい、まずですね、長女が、6歳の学年なんですが、今まだ5歳、はい、で次女はですね、この前誕生日を迎えて、はい、3歳になりました。お、どっちも女の子で、女の子で、長女はですね、やっぱり頑張り屋さんで明るくてですね、結構優しい。で次女はですね、どちらかというとこう甘えん坊で、あ、まあ、本当に絵に描いたような、はい、ですね、ずる賢いって言ったらあれですけど、ずる賢い、まあ、うまくですね、まあ、パパもママも使ってくるというようなことですね、はい、で長女は今流行っているのがやっぱりプリキュア。あ、好きなんですか。大好きですね、プリキュア。もうキャキャ言いながら見てですね、はい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 、で次女はアンパンマン。あ、そうなんですね、はい、つい先日も誕生日でアンパンマンミュージアムに行って、アンパンマンに会ってくるということをやってきました。あ、いいですね、はいはい、で最近こだわってることがありまして、はい、長女はですね、前髪を伸ばすっていう、これがですね、なかなかどうずっと切らないんです。混ぜてますね。もう混ぜてて前髪を、ね、そのうちね、こうかき上げちゃうんじゃないですか。もうピンで今止めてですね、なんとかやってるんですけども、さん、もうこだわりの前髪。うん、次女はこだわりが紫。紫。全てに紫。好きなんですね。好きなんですよね、これ不思議なんですけど。なので、まあ、次女なんかはもう自分で服を選んだりするんですけど、紫の T シャツに紫のズボンっていう感じね。これで、あれですかね、アンパンマン、バイキンマン好きですか。ああ、バイキンマンの紫が着てるのかも。あ、もしかしたら、かもしれないですね。不思議ですね。面白い。はい、はい、で実際 ね、こう成長過程ってあると思うんですけど、はい、なんかこうびっくりすることとかってありませんか、日常で。そうですね、はい、まあ
びっくりすることで言いますと、はい、結構ですね、まあ、先ほど次女がずる賢いっていうお話をしたんですけど、はい、なかなかですね、まあ、軽く嘘をつくのが上手でしておなるほど、 軽めの嘘なんですね。軽めの嘘でやっぱり朝ですね、こう一生懸命支度をしていて、はい、もうこっちも時間がないから一生懸命やってて、もう服着たって言ってね、ちゃんと歯磨いたって言って、はい、もう真面目な顔してうんうんって言って、歯磨いた大丈夫って次女なんか言うんで、もう大丈夫だということで、はい、まあ、準備していこうとすると長女が告げ口をするんですねなるほど、うん、もう歯磨いてないよって言って、次女が歯磨いてないよって言ってですね、喧嘩にならないんですか。いや喧嘩はしょっちゅうしてるんですけど、そうなんですね。そうすると次女も3歳ながらですね、はい、あ、こいつチクったなってことで感じるんだ。なんかパパに歯磨いたのって聞くとニヤ、はい、ニヤってしてですね、はい、あ、騙されたんだもうすでに女子ですね。女子ですね、作詞ですね、しっかりとね、女子はすごいな、かわいいな。逆にその 少女の方はどうですか、なんかハマり物とかびっくりしたなみたいなことありますか。ですね、長女はですね、本当、はい、頑張り屋さんで、もう僕もこれが、びっくりしたんですけど、はい、公園に行ってですね、はい、運転に最近ハマってるんですね。で私は運転ができるっていうことで、はい、まあ、早速運転がある公園で運転を始めるんですけど、はい、なんと1個目のこう棒でですね、落ちるんですね、ドーンって。しかも結構なんか、うまく捕まれてない、もう本当に重さでそのままドーンって落ちる感じで、これできないだろうと、運転できるってどっから出てきたんだろうと思って見てるんですけど、はい、これがですね、今度2回目挑戦して3回目挑戦して、いつもドーンドーンって前で落ちるんですけど、はい、だんだん次の運転に行けるんですね。あ、次の棒に、次の棒に、そうそうそう、次の棒に行って、で、お、棒に行った、棒に行ったってこうね、喜んでて、はい、すごいねすごいねっていう話で、まあ、ずっと見てるんですけど、10分20分30分ぐらいやって、今度また次の棒に行って、次の棒に行って、ちょっとずつ進んでいくんですね。お、すごい、すごい。で他のお友達がね、一緒に運転してて、はい、まあ何回かやるとやっぱ飽きて違うとこ行くんですけど、うちの長女だけずっとやってて、で、はい、4本目5本目行って、だんだん手の力がやっぱりこう、まあ、そうですよね、落ちてくるから、うん、いつまでやっちゃうんだろうかと思いながらですね、そしたらもう1時間ぐらい経って、すごい、最後の棒まで行くわけですね。はい、できたと。おお、すごい、すごいなと思って、まあね、最後までできた時はもう本当にすごいなと、頑張ったねっていうことで、いや、これね、あの長女の、まあ、そのね、頑張りというのもすごいなと思います。なかなか1時間、はい、今度6歳になるんですよね、うん、なかなか集中力保てませんよ。そうですよね、すごいことですよね。そしてあの矢田部さんもその約1時間をずっと何も言わずに、はい、そうですね、見守り続けてたってことですよね。そうですね、私子育てはしたことないですけど、はい、なかなか大変なことだと思うんですよね、見守っているというのは。そうですね、確かに途中でね、はい、あの下手に頑張らないとダメだよとか言っちゃったりするとまたね、これもつまんなくなっちゃうし、はい、まあもうやめといたらって言ったらね、そこで終わっちゃいますから。そうなんですよね、わあ、これはねすごいことだと思います。あのすごく大事だってね、よく周りの方からも聞くので。僕も本当に努力っていう言葉が大好きなので、もう本当それ見てるだけでも嬉しくなっちゃうと言いますか、はい、もう本当長女にはですね、もう僕の方が学ばされたなと、あ、なるほど、いうことがありました。なるほど、いやもうね、いろんなお話お伺いして、まあね、あのマイブームとかもねちょっと面白いなというふうに思いながら聞いておりましたが、はい、はい、あのちょっと次回も楽しみにしておりますので、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。以上、今月のイクメンリポートのコーナーでした。続いてのコーナーは音楽玉手箱。このコーナーは同世代の私と矢田部さんが自分たちの青春というか熱く今でも強く刻まれている楽曲について我々の独断と偏見でちょっと語ってみようというコーナーです、はい、今回は矢田部さんに玉手箱のもとシーモさんのコンティニューという楽曲をお持ちいただきました、はい、うん、これはですね、はい、あのコンティニューって曲なんですけど、まあ、あのそのまま訳すと、まあ、続けると言いますか、うん、そうですね、先ほどのね娘の話にもあるんですけど、はい、なかなかですね、やっぱりあのこれを僕が聞いたのは大学の頃だったんですけど、はい、まあ、やっぱりあの大学でも研究がうまくいかないとか、あの、まあ、思ってたような結果が出ないっていうことですごい辛い時期があったんですけど、そうだったんですね、はい、結構
まあ、いいことがですね、このやっぱり歌にもあってですね、はい、絶対に成功する秘訣は続けることだと。そうなんですよ。続ける限りは失敗じゃないということでですね。そうなんです。このいいこう曲とともに、はい、それをずっとこうね、しもさんの歌を聴いていると、そうだよねと、うん、まだこれ終わってないし、うん、まあ成功の途中だというふうにですね、頑張れたのをすごく覚えています。そうだったんですね、うん、私がこの曲に出会ったのは本当に大人になってからというか学生時代とかではないんですけれども、はいはいはい、すごく本当に、ね、矢田部さんもおっしゃってたように、うん、歌詞にすごく惹かれまして。あ、歌詞ですよね、はい、本当にどんな夢でも叶える魔法、それは続けることというね、そのフレーズがね、もうズキュンときまして、ズキュンときますね、はい、すごくね、こうなんていうか、頑張ろう頑張ろう、今はまだ通過点なんだと思いながら聞いたなということをね、今日は改めてこう感じましたね。はい、はい、これはですね、またこれもまたおそらくこう起業の時もですね、またこの歌を聞くんですけど、起業も大変なんですね。で、起業して、まあ、起業して頑張るぞって言ってるんですけど、はい、またこれもね、実験と同じでなかなか全てがうまくいくわけじゃなくて、その時にですね、起業して仲間、まあ起業家仲間ですよね、はい、みんなまあ頑張るぞっていうところなんですけど、まあ、カラオケに行きまして、はい、そしたら、まあ、僕がかけるわけでもなく誰かがかけるんですね。あら、そしたらもう知ってる、あ、それ知ってる知ってる、俺も知ってる知ってるみたいな感じで、はい、みんなでこう、あ、知ってるよこれいいよねっていう話に、いい話で、みんなで大合唱して、はい、もうここで終わらないぞと、お、俺らは絶対にうまくいくまで続けるんだということでですね、はい、そういったものも今すごく今でも思い出されますね。そんなエピソードがあったんですね。はい、ありましたね。結構感動したでしょうね。みんなそれぞれが感動したでしょうね。そうですね。なんかね、こう歌を通じてこうみんなと仲良くなれるというか、うん、あ、そういう心意気なんだっていうのを確認できる瞬間ってありますよね。ありますね。だいたい歌が同じものが好きだと同じような境遇でね、はい、そうなんですよ。そう、ね、同じような体験して苦しんでたり喜んでたり、ね、ということで、まあ、今回は、まあ、その起業の時、そして苦しかった時にとても聴いていた曲ということで、まあ、シーモさんのコンティニュー、ね、お選びいただきましたね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、改めまして、今お聴きの番組ファントレタイム、担当は矢田部敦史と佐々木千秋でお送りしております。続いてのコーナーはマーケティングラジオ講座のコーナー。このコーナーはこの番組をお聞きの皆様にショートショートセミナーという形で、マーケティングの基礎的知識や発想、我々の日常生活から感じ取れるマーケティングについて矢田部さんにワンポイントアドバイスしていただきます。では矢田部さん、お願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、今日はですね、はい、継続は力なりというお話をさせていただきたいと思います。はい、ずっとですね、蝶々の話から継続の話をさせていただきましたが、はい、マーケティングにおいて本当に継続って力になるんですね。はい、これはですね、Facebook とか、はい、YouTube とか、先日もねブログとかでお話をさせていただきましたが、もうこれ全部のメディアに共通することとして、やっぱり続けていく人の方がうまくいくっていう、はい、でメディアも人気になっていくし、うん、ファンも増えてくるし、はい、お客さんも増えていくっていう、そういうまあ共通点があります。おお、なるほど。はい、これはですね、はい、実はまあ、インターネットのマーケティングは特にそうなんですけど、簡単に始めることができるんですね。あ、そうなんですね。はい、まあ、今日ね、じゃあ Facebook 始めてみようとかね、あ、確かに、今日からブログ書いてみようっていう人結構多いと思うんですよね。そうですね、多いと思います。はい、そうするとほとんどの人がすぐにやめてしまうんですね。あ、そういうことですかね。ほとんどの人はその時の気持ちでね、頑張ろうと思うんだけど、意外とやってみたら大変、うん、じゃあまあ1日休んでもいいかな、2日休んでもいいかな、うん、っていうのがだんだん1週間になってでだんだんこう開けるのも怖くなってきて、はい、やめてしまうと。あ、はい、そうするとですね、私には向いてなかったからねとかね、まあちょっとこれ違うのやろうかなということで違うものに行ってしまうんですけど、実はですね、そうするとどうなるかっていうと、はい、ずっと同じことを続けてる人が目立つようになるんですね。え、そうなんですか。はい、
ずっと続けてる人って実は少ないので、あ、この人続けてるんだなっていうことがやっぱり周りの人から見ても分かるようになるんですね。確かにそうですよ、そうですよね。そうすると意外とですね、周りからそういうものはしっかり評価されていて、はい、1年続けている人、2年続けている人、3年続けている人、それは Facebook でも YouTube でもブログでもメルマガでもそうなんですけど、はい、やっぱりですねファンがどんどん増えていく、続けていくからこそ、はい、ことですよね。そうなんです。うん、で、まあ例えばですねイメージしていただきたいんですけど、はい、メールマガジンをじゃあ始めましたと、はい、でメールマガジンをじゃあ購読しました、自分で読むことにしました、登録しましたと、この人のメールマガジンは7日間すごくいい内容が届きます、はい。でもう一つ B さんですね、先ほどが A さんだとすると B さんは、はい、メールマガジンがすごくいい内容が365日間1年間ずっと届きますと、はい、はい。この2つのメールマガジン A さん B さんがあるとするとですね、これ実はですね、まあ、僕が調べた結果によると7日間でも365日間でも、はい、あんまり読まれないんですね実は。あー、なるほど。メールマガジンもうもはやね今皆さんもあんまりメールマガジンを読むってことはないかなと。そうですね、こう気になった時にちょっと時間がある時に見るかなっていう感じではあるかもしれないですね。はい、だけどやっぱりですね、はい、たまに読んだ時に内容が良かった、はい、でこれを、まあ、7日間送ってる人と365日もこれを送ってくるんだと、うん、たまにしか読んでないし今日はたまたま開いただけなんだけど、はい、こんなにいい内容が1年間送られてくるんだ、はい、この人はすごい、うん、きっとこの人はすごい内容を知っているんだろう、この会社は本当に素晴らしい研究結果を持っているんだろうとかですね、はい、サービスに本当に思いが乗っているんだろう、そういう印象が生まれるんですね。そうなんですか、はい、そうなんですね、そういうイメージがね、お客様の中にも生まれてきて、マーケティングにとってこれはものすごく大事なんですね。あ、そうなんですね。はい、実はですねそういうお客様が知らず知らずと、はい、まあ、思う描くイメージとか、まあ、そういったですね信頼関係がですね、はい、じゃあ実際にその人の商品買ってみようとかその人のサービスを試してみよう、その会社に行ってみよう、はい、そういう気持ちを生むんですね。うん、確かにでもそれはありますよね。ありますかね。はい、はい、なので結構ですねインターネットの世界のマーケティングっていうと、はい、やっぱりこううまいやり方をドーンと当てれば、うん、ドーンとお客さん来るんじゃないかなとかね。あー、確かにごめんなさいね、はい、マーケティングやっていらっしゃる、うん、こうね、世界というか日本、まあ、経済を回している方と私は勝手に認識して見ているんですけれども、うん、はい、すごくサクサクっとね、いろんなことを少しずつ少しずつつまみながら私たちにこう提供してくれてるのかなみたいな、はい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 、勝手なイメージですよ私の、はい、思ってたんですけど、うん、そうじゃないんですね。はい、実はね全然違いまして、ええ、もう本当にねそういうインターネット IT の世界だからこそ、はい、コツコツ継続して、まあ、頑張ってる人の方が目立ちますし、うん、最終的にはやっぱりうまくいくんですよね。なるほど。はい、実はですね僕自身もやっぱりこうまだね、若いと言っていただけるまだ、30代で、はい、やっていて時にはねそういう風に言っていただけるんですけど、はい、じゃあなんかうまい方法をしてたのかとかね、うん、なんかすごいインターネットのコツをしてたんだってね思われることもよくあるんですけど、はい、実は違くてですね、そうなんですか、本当に皆さんが知ってることをコツ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 人よりもこう積み上げていったら結果的にですね、はい、やっぱりこう売上も上がっていったし、人も来てくれたし、はい、会社もですね徐々に成長していっていけると。なるほど、なんかすごくイメージがですね変わりました。違うのかなと思いますが、はい、まあそうですね継続は力なり、これはマーケティングの世界、実は相手がいない、これはメディアがねメディア全体がそうなのかもしれませんが、はい、相手が見えない状況なんですね、うん、なので実はですね続けていってもサボっちゃっても、うん、やめちゃっても、うん、どうせ相手が見てないんだからバレないんじゃないかなということで気軽に、まあ、諦
めてしまうなんてこともですね、実はあるんですけど、そうですね、実は逆で、相手が 見えないところにいるからこそ、はい、そういうその人のですね、コツコツ継続していく姿というのを周りを見ていて、はい、評価していて、それがですね、大きな結果につながるのかなと思います。なるほど。今回ね、すごい、冒頭から、継続してる人の方が目立ってくるというところが、って最初思いながら聞いてたんです。あ、本ですか。はい、どういうことだろう。あー、マーケティングにおいてね、ちょっとサクッとやった方が目立つんじゃないだろうかと勝手に思っていたんですけど、ね、矢田部さんのお話、最後までいろいろお話を聞いていて納得できました。あ、本ですか。はい、嬉しいです。継続することによって、私も芸能の世界を、長くやらせていただいてるんですけども、ちょっとこう芸能の私たちのタレントとかと少し似ているのかなという感じが、泥臭くね。そうなんですよ。見た感じ、聞いた感じはちょっとね、サクッといけそうな、かもしれないんですけど、とっても泥臭くて、このコツコツ積み重ねていく、その過程ね、華やかね、そうなんですよ、すごくなんかちょっと近いものをね、なんとなく私自身は感じちゃいましたね。それは嬉しいです。矢田部さん自身も、曲とか、あと曲のお話でもコンティニューというお話をね、させていただいていただきましたけども、今日継続ということがちょっとテーマになっておりましたね。ちょっと熱くなっちゃいましたね。そうですね、はい、スタジオの空気もとても熱くなっております。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。皆さんいかがだったでしょうか。このコーナーをお聞きいただきまして、矢田部さんがおっしゃるマーケティングのファンイコール楽しさの一端でも分かってればいいかなと思っております。以上、マーケティングラジオ講座のコーナーでした。ありがとうございました。皆さん、なんともエンディングになってまいりました。このファントレタイムは毎月第2、第4水曜日夕方5時30分からお送りしております。ぜひ皆さん次回もお聞きいただきますようお願いいたします。矢田部さん、今回いかがでしたか。はい、今回はですね、一貫して、継続は力なり、継続のお話をさせていただいたんですが、僕がいるですね、マーケティングの世界、そしてインターネットの世界と、やはりですね、メディアの世界であるとか、芸能の世界がやっぱり似ているものがあるんだよっていうことがですね、なんかすごくいろんなものがしっくりきて、嬉しい気持ちになりました。本当に私自身もすごく勉強になりましたし、継続って結構ね、やっぱ泥臭い言葉だったりするので、敬遠されがちなんですけど、そうですね、華やかにしている人たちほど、僕らの、経営者の層もそうなんですけど、派手にやってドーンってこううまくいったっていう人はやっぱりすぐいなくなっちゃって、コツコツなんだけどゆっくりなんだけど積み上げていった人たちがやっぱり活躍している世界なのかなと思っております。ね、いろいろなコーナーとともに今回もねお送りいたしましたけれども、娘さんのね、お話もとっても面白かったですね。親バカなこともいえ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 、成長がねとても私自身も楽しみだなというふうに感じております。ありがとうございます。はい、次回もね皆様楽しんで聞いていただけたらと思います。はい、そして番組ではですね、お聞きの皆様のご感想ご意見ぜひお送りいただければと思います。メールアドレスは info@plus-vox.com info@plus-vox.com ファントレタイム、アルファベット大文字で FUNTRETIME ファントレタイムまでお待ちしております。それではファントレタイム、またお耳にかかりましょう。皆様のお相手は矢田部篤と佐々木千秋でした。最後までお聞きいただきありがとうございました。